男旅2018を振り返るボリューム1。てか原田敦って誰だよ。大丈夫、皆さんこんにちは、原田敦です。今回も原田全部ご視聴ありがとうございます。僕は一人じゃない。さて今かかっている曲は古谷智弘さんの日やなんですが、こちらは男旅2020のテーマソングの一つになっております。キャンピングカーで回る日本一周の旅、原田敦の男旅2020は本来5月11日出発予定でしたが、この新型コロナウイルスの影響で6月以降の出発になっております。出発まではいろいろ動画を上げていきますので、こちらを楽しんでいただけたらと思っています。実は僕2018年に原田敦の男旅2018、40歳の誕生月から40日間で日本一周と銘打ち、電車、バス、飛行機、船、時には支援者の方の車に乗せていただき日本一周をしているのです。僕を待っていてくれた方々、その街で紹介していただいた方とお茶したりランチしたり飲み明かしたりと、その土地の話を聞きながら貴重な体験をさせていただきました。写真や映像で見る景色ではない五感をフルに使った旅は僕の人生を大きく揺さぶるものとなりました。またこの旅を通じてたくさんの大切な仲間が日本全国にできました。今日から数回その旅を振り返ろうと思うのですが、その前に全く僕を知らない人のために、恥ずかしながらまずは自己紹介をしようと思っておりますので、最後までお付き合いください。というわけで、原田敦って誰という方に自己紹介スタートです。さあ、東名阪を中心とした地図が出てきましたが、僕は大学で埼玉の所沢に出るまでは愛知県に住んでいました。愛知県半田市出身、昭和53年7月19日生まれ、馬年蟹座の B 型です。愛知には知多半島、渥美半島の2つがあるんですが、半田市は知多半島のちょうど真ん中あたりにある約12万人ほどの町です。地元の幼稚園、小学校、中学校を卒業し、高校は東海市にある横須賀高校を卒業。そこから日本大学の芸術学部に進学したんですが、1年生の時にスカウトされそのままデビュー。2年生で大学を中退しました。 CM は松本清、ドラマは GTO がデビュー作です。その後救急戦隊555のゴーグリーン辰巳翔、仮面ライダーファイズの仮面ライダーデルタ三原修司なども演じました。ヒーローもの以外にもいろいろなドラマ、映画、舞台、バラエティ、旅番組にも出演したり、番組の企画や舞台の脚本演出などもやっていましたが、30代は芸能界からは少し距離を取り飲食店を経営してきました。さあ、こちらが2020年2月末まで営業していた G トリップ赤坂です。40人以上が入る店舗だったので、トークライブ、音楽ライブ、そしてスポーツのパブリックビューイングなどでも使っていただいていました。こちらの店舗は食べ物にも力を入れていたんですが、その中でも大人気だった至極のナポリタンは別動画でメニュー公開していますので、ぜひ見て作ってみてくださいね。さて、過去やっていた店舗の紹介です。こちらが1店舗目の上野毛にあったふわり、2店舗目が新橋1丁目にあった隠れ家カラオケ G ファースト、3店舗目が江古田にあった立ち飲み G セカンド、4店舗目は銀座8丁目にあった G アナザー、そして G トリップと11年飲食をやってきたわけです。どのお店も僕がコンセプトにしてきたのは、人と人とをつなげる、芸能を身近にという2つでした。そのため店外でもいろいろなイベントをやってきました。こちらはバーベキューの時のもの、まあみんないい笑顔してますよね。その他にも特撮ソングで歌い叫び踊るイベント、特撮ディスコでは大阪、宇都宮、名古屋、札幌、松山と多くの人と出会うことができました。お店を11年やり日本全国を回って分かったことは、日本にはもっともっとコミュニケーションが必要だということ。僕は子供の頃いじめられっ子でした。一人でいることや自分を分かってもらえないことは本当につらい。だからもっと多くの人たちと出会い、直接話をしながら楽しい時間を共有したい。それがこれからの日本を元気にしていくと思うから。それが家族や仲間を大事にすることにつながると思うから。それが僕の今の思い。だからこそもう一度旅に出ます。それが今の原田敦です。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回からは2018の旅を振り返ってみたいと思います。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。